クーちゃんは2009年2月に北海道東部の釧路川に出現したラッコである。クーちゃん2009年2月11日に釧路川にラッコが出現したことが釧路新聞によって報じられたことが出現の一方となった。ラッコが釧路市付近で観察されることは珍しく、また都市内の河川に現れたこともあり、観察しやすいことから人気者となった。 出現して数日内に釧路川にちなんで、クーちゃん、クーちゃんなどの愛称がつけられ、出没地点のぬさマエ橋近辺では、見学客が多数出る事態となった。クーちゃんは、そのまま釧路川に滞在を続け、見学の観光客も増加した。釧路市では、これに便乗し、観光 PR のために4月29日に、クーちゃんの特別住民票を発行し、 特別観光大使に任命、釧路市観光協会も感謝状を送るイベントを実施している。しかし、5月8日から釧路川では目撃されなくなり、同一個体と思われるものが根室市方面などで目撃されるようになった。6月11日に、市は空ちゃんを記念し、ヌさまい橋そばに記念パネルを設置している。2009年5月頃には、 ノサップ岬周辺で同一個体の目撃情報があり、10月には高校写真の黒色反転の確認で同一個体と断定される。以降、複数のラッコとの生息が確認されているが、観光ツアーが行われるなど重要な観光資源になっている一方、ノサップ岬沿岸で移植放流していたエゾバフンウニが食害により壊滅するなど深刻な漁業被害も出ている。 クーちゃんは、ラッコとしては、アジアラッコというアシュである。ありがとうございます。